こんにちは、Fスタの丸山です。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというチャンネルでございます。今回ですね、ゴジラマイナスワンネタバレありレビューでございます。まだ見てないよって人はね、ネタバレなしレビューもねアップしてますんで、そっちの方先見ていただけたらいいかなと思います。はい。で、見た人はね、これちょっとね、どう思いましたかっていうところなんですけど、はい、そこのね、コメントをね、なんかいただけたらいいかなと思います。僕ね、平成ゴジラ世代なんでね、まあ、とにかくね、コメントもらえたら嬉しいですというところでございます。今回ね、山崎貴監督の、かなり大衆向けな、ゴジラであったというところで、一体全体ね、どうなのかっていうところ、もうネタバレ、もう、丸々しまくってね、話していこうと思います。それじゃあ、やっていきましょう。はい、まず今回のゴジラね、めちゃめちゃ怖かった。冒頭の最初の夜のシーンでね、ゴジラが出てきますけど、あそこもね、ガブッと掴んでファーンって投げ飛ばすんですよね。自分の食事をするために人間を食うんじゃなくて、ムカついて邪魔だから吹っ飛ばすっていう、その怖さ、怒ってるだけっていうね、これが怖かったなと。もう無慈悲に踏んづけたりして、今回のゴジラかなり明確に人殺すなーって感じがあって、怖かったなという感じで、その後の、朝になって仲間の死体をこう並べていくんですけど、それもゴジラが殺した人をちゃんと見せるのってなかなかなかったなと思って、今回のゴジラがね、戦争のメタファーとして存在してるんで、その戦争の、怖さっていうところを描いてたんじゃないかなと思いますね、あそこは。で、ネタバレなしの方でも言ったんですけど、今作ね、この世界の片隅にかけるゴジラ、民間人の目線で、ゴジラを見せる。で、設定が戦後直後の日本っていうところで、やっぱりね、この世界の片隅にちょっと被ってくる気がしてて、僕はね、この世界の片隅には戦時中の一般人の生活をね、アニメーションで描いてた、まあ、傑作だと思うんですけど、僕は。はい。で、あの作品戦時中から戦後直後ぐらいまでやるんですけど、戦後の一般人の辛い苦しい生活の部分をまざまざと見せてくるなというところでございましたね、今作は。そういうところがかなり通ずる、この世界の片隅にと通ずるなと思ったりしましたね。はい。こう、戦争が終わって何もなくなった日本にゴジラがやっていて、さらにぶっ潰していくというね、追い詰めまくる、ここまで追い詰めまくるかっていうのはかなり感じましたね。うん。山崎貴さんでここまでやってくれんだなっていうのはかなり意外でね、良かったポイントでありましたね。で、一般人の目線を通してゴジラを見せていく、これがあることでリアルな怖さみたいなものが出てたと思うし、敷島がね、船に乗ってそのなんだ、爆弾をね、処理する仕事をするんですけど、海上でね、ゴジラが出現して、そのちっちゃい船、木造の船が追われるってシーンがあるんですけど、普通のゴジラ映画だったら、あそこで生贄になっちゃうんですよね、あの人たちって。うん。あそこでゴジラにやられて、何々沖でこういう事件がありました、みたいな感じで冒頭で処理されるような人たちの目線に立って撮ってるっていうところですね。あと、まあ、中盤の見せ所である銀座襲来のシーンですね。あそこも逃げ惑う群衆の中の視点で描かれるんで、上の人たちの目線じゃなくて、僕たちの目線で描いてるってところが、うん、今時だなと思ったし、今やるゴジラだったらこうあるべきだなというところはかなり感じました。これは良かったんじゃないかなというところでございますね。で、やっぱりね、今作のね、印象に残ってるシーンとしては、やっぱり銀座なんじゃないかなと思いますね。銀座襲来はめちゃめちゃ良かったですね。あのディザスターシーン良かったですね。やっぱ一作目はあれ銀座っすよね。建物壊しまくる。人も踏みまくる。のりこだったかな？はい。浜辺美波さんの、役なんですけど、この人がね、電車に乗ってて、で、乗ってた電車が食い上げられると。で、そこに花火みなみが乗ってて、まさに、なんとか、落ちて脱出するみたいなところも、まあ、さっき言ったね、民間、群衆として数えられてしまってる人の目線になって描いてるってところも、かなり好感持てましたし、さらに、怖さもかなり倍増しててね、いや、良かったっすね、あそこはね。あそこの熱戦撃つゴジラ、めちゃくちゃかっこよかったなぁと思って。あんな溜めて熱戦撃つゴジラ、初めて見た気がするなぁ、はい。めちゃめちゃ引っ張るんですよね。その背びれがガーン、ガーン、ガーン
ーンつって上がってって群衆のその街にいる人の目線とカットバックしながらこうやっていくっていうね、めちゃめちゃ煽る演出になってて、ここはかなりうまくいってたんじゃないかなと思いましたね。その後にあの予告であった叫びのシーンが来るんですけど、その予告だとね、あれこのシーン大丈夫かなって思ったんですよ、かなり。やっぱなんか日本の映画って叫んでるシーンやたら多いからね、なんかそういう映画大丈夫かなってなんか自動的に思っちゃうようになっちゃったんですけど、でも今回は感情のこの爆発発露としてまあ割と機能してた方なんじゃないかなと思ったりしましたね。進撃の巨人のあのエレンが叫ぶところとかさ、最悪じゃないですか。はい。まあ他の作品に比べたらあのシーン結構受け入れられたなと思ったりしましたね。その直後に黒い雨がザーって降る演出とかも、あ、悪くないなと思ったりしましたね。あともう一個好きなシーンで言うと、さっき言ったね、船の、木造の船の、追っかけっこのシーンですね、ゴジラとの。あそこも、ずっとサイレンの音がふわーってずっと鳴ってて、音楽も鳴ってなくてね。それでかなり緊張感めちゃめちゃ煽ってたなと思ったりしましたね。やっぱジョーズ思い出しちゃうし、会場だしね。まあそういうね、ジョーズっぽさを感じられてね、結構好きなシーンでありましたね。あともう一個言うと、クライマックスのシーンですね。何が良かったかっていうと、あの、民衆で勝つんですよね。一般人の力だけで勝つっていうところが僕は良かったかなと思いましたね。まあ若干そうね、その、さすがにきついんじゃねえかみたいな、そのご都合主義的なところはまああるにはあるんですよね、やっぱり。勝てるわけなくないとか思ったりするんですけど、そのまあメッセージですよね、そこが良かったんじゃないかなというところです。はい。それが現代的だし、その民衆ね、誰かに頼るんじゃなくて自分たちの力で、戦っていく。パンフレットにもあの山崎さんのインタビューで書いてあったんですけど、コロナ以降でね、政府がちょっと信用できなくなってるっていう話があって、でだからこういうね、自分たちで、やっていく精神みたいな、まあ DIY 精神とも言えるのかもしれないんですけど、この YouTube チャンネルもね、僕一人でなんかやってみたいなという思いから始めたチャンネルでございますんで、そういうね、アクション、自分たちで何かをやるっていうアクションを伝えるっていうのは、これはかなり、僕としては共感したなというところでございましたね。で、あと、まあ、良くも悪くもっていうところを言っときたいんですけど、のりこがね、ゴジラの熱戦で吹き飛ばされちゃうんですよ。で、死んだかなってなるんですよね。ここは良かったなと思ったんですよ。恋愛要素みたいなものに逃げないっていう、まあ恋愛要素入れときゃ、結構感情移入してみんな見てくれるでしょみたいなところに逃げなかったのがすごい良かったなと思いましたね。さらにね、四季島を追い込んでいくっていうね、この展開が僕はかなり良かったんじゃないかなと思ったんですけど、最後の方にね、生きてるってなってね、かなり冷めちゃいましたね、あそこね。はい。あんだよと思って、生きてんのかよと思って、なんですけども、まあ、首の方にね、最後寄っていくとこう黒くなってるというところでね、あ、被爆はしてるんだってなって、あ、やっぱね、この作品戦争の怖さっていうものを見せるっていうところでね、あ、じゃあ生きてていいなと思ってね、ここはね、まあうまいことね、恋愛要素にギリギリなんないようにこうね、うまいこと調整したのかなと思ったりしましたね。じゃあここからね、気になったポイント言ってこうかなと思うんですけど、やっぱり、まあ、セリフ回しかな。はい。これがやっぱりね、もうどうしても気になっちゃいますよね。やっぱりね、説明ゼリフが多いっていうところ、これは気になったなというところ。で、しかも、説明ゼリフをしてるときに、何も動いてないんですよね、話が。話してる人たちも動きがなくて、それがちょっとね、やっぱり気になりますよね。なんか話止まってんなって思う瞬間が何回かあったなというところ。あと、やっぱこの作品ね、人間ドラマになってますんで、人間にフォーカスしたというか、会話してるシーンがやっぱ多いんですけど、その会話シーンの撮り方があんまり上手くないなというところですね。はい。ワンショットが多すぎるんですよね。例えば、四季島の家でね、四季島と、のりこが会話するシーンがあるんですけど、そこで会話してるシーンずっとワンショット、一人ずつの絵ですね。これのカットバックばっかりなんですよね。はい。それがすごく絵的に面白くないというところですね。これめっちゃ気になりましたね、僕は。ツーショットでこの喋り合ってるシーンがあってもいいと思うし、人物がこう二人いてね、越しのショットですよ。こういうショットも全然なくて、なんか、その会話シーンの工夫が
めちゃめちゃないなぁと。それで言うと、まあ撮影で言うと、引き絵が全然なくて、これも気になったポイントですね。まあ予算の問題もあると思うんですけど、例えばあの敷島の家の周りですね、そこがどういう場所なのかっていうのを引きで見せる絵が全然ないんですよね。それがなんかスケール感がめちゃめちゃ小さく見える。だからその予算がないのかなっていうのを感じちゃうんですよね。感じちゃうし、あーもうしょうがないのかなって思っちゃうんですけど、もうちょっと工夫してほしいなっていうところはやっぱ思っちゃいましたね。この寄りが多いっていうのは、VFX のシーンでも結構言えるなーと思ってて、ドーンって引いてる絵があんまりない。最後のあのクライマックスのシーンね、俯瞰から撮ってるような結構広い絵があって、あ、これはいいよって思ったんですけど、まあ、こういう絵をもっと増やしてほしいなというところでしたね。もっとスケール感出してほしかったなっていう感じでございます。あとやっぱ、あの女の子、アキコだっけか、あの子供がいたんですけど、子供の演技のつけ方が、子役の子は悪くないと思うんですけど、もうちょっと指導してあげた方が良かったんじゃないかなという感じですね。あの神木くんと2人で話してるシーンとか温度差がすごくて、すごいんですよあそこそう、噛み合ってない感じがすごく出ちゃっててね、あそこももったいないですね。まあ、そんな中でもね、僕好きなキャラクターがいまして、立花ですね。はい。僕、この人に結構感情移入して、泣いちゃいましたね。はい。こんなにボロクソ、割と文句言っといて泣いちゃったんですけど。やっぱ最初にね、仲間がみんな殺されて、で、敷島に対してね、かなり怒りを持ってたキャラクターが、最後の方に出てきてね、まあ、最初怒ってるんですけど、でも、敷島のために脱出装置を、まあ、つけてくれたのかな、直してくれたのかな、まあ、とにかく脱出できるようにしてくれたんですよ、敷島のために。でそれってめちゃめちゃ成長してないと思って、人として超成長してんじゃんと思って、ここはね泣いちゃいましたね。あそこのね、立花の成長はね、まあ、人間としてめちゃめちゃ魅力あるなと思ってね、あのキャラクターはすごい好きですね。だしあの人だけね、結構やっぱ無理がないキャラクターかもしれない。無理がないセリフが多かったかもしれないね。うん。佐々木蔵之介さんとかね、結構かわいそうだなと思ったりしましたね。やったかっつってね、こんなん今時やんだみたいな感じはありましたね。はい。まあこんだけ文句言っときながらも、結果としてかなり楽しめました。パンフレット買っちゃったし、はい。あの、全然関係ないけど、メカゴジラも買っちゃったし、はい。っていう感じで、楽しめたのは楽しめたんで、よかったですね。意外と嫌いになれないというか、うん、悪くないなっていう感じの作品でございましたね。はい。よければ、高評価、チャンネル登録、コメントの方もお待ちしております。X やってたり、各種サブスクで、デモ音源ですね、配信してたりしますんで、よければ、概要欄の方から見ていただければいいかなと思います。それじゃあまた。